高度化多様化する獣医療現場で動物看護師が担う業務を広げようという国家資格なんですが、今回この法律が施行されたことで獣医療の現場はどのように変わるのでしょうか。今回伺った動物病院は藤沢市にある日本大学生物資源科学部の中にある日本大学動物病院。今回愛玩動物看護師法という法律が施行されましたけれども、こう現場っていうのはどのように変わるんでしょうか。はい、今までの、動物看護師さんは、多少施設によっても異なるんですけれども、例えば受付業務であったりとか、あとは診療時に、動物の固定をしたり、院内備品の在庫管理とか衛生管理っていうものを、非常にこう多岐にわたる、仕事をしていたんですけれども、ただ実際には人間の看護師さんみたいに、例えば採血や投薬、あとはこう怪我を実際に治療したりっていう、医療行為が実施できない状況でした。で今回、動物愛玩動物看護師法っていうのが施行されたことによって、獣医師の指示のもと、採血ですとか、あとは、投薬、動物愛護法の改正によって義務化されたマイクロチップの挿入ができるようになりますので、非常に、その役割の重要性っていうのは増して、非常にこう責任っていうのも大きくなるのかなっていうふうに考えています。現場もいろいろと、その看護師さんたちの手を多く借りれるようになるというか。そうですね、そういったことになってくるかと思うんですけど、こう患者さんですとか動物たちにとっていいことっていうとどのようなことだと思いますか。実際に獣医療っていうのは高度でかつ多様な技術を求められがちなんですけど、でも実際に、治療の上で非常に重要な飼い主様とのコミュニケーションですとか、あとは、その飼い主様はやっぱり大切な動物のこう病気によって心を痛めてますので、心のケアですとか、そういった部分っていうのは非常に動物医療で大事なので、やっぱりそこで愛玩動物看護師さんたちの役割っていうのは非常に重要で、すごく期待しているところですし、飼い主様たちも非常に満足してもらえるんじゃないかなと思ってます。医療現場にとってもそういった飼い主さんたち、また動物たちにとってもとてもプラスになることだなということですね。そんな獣医療に関わる社会的動向にいち早く対応を求められるのが学びの環境づくり。日本大学生物資源科学部では令和5年4月より今までの教育内容を見直し、全11学科を新設し、新たな時代のニーズに対応します。それでは新設される獣医保健看護学科についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この学科新設されるということですが、どんな学科なんでしょうか。この学科ですが、この生物資源科学部という非常に大きな学科の中に新設されるということで、まず大きな学科の中の一つの学科、そしてその中には、獣医学科という、姉妹学科と言ってもいいぐらい、動物看護学にとってはですね、基礎を提供するような学科と一緒にタイアップして、あるいは教育上、あるいは研究上のバックアップがあるということはですね、非常に大きな学科です。そして、この本学科ですけれども、愛玩動物看護師を養成する学科となります。その愛玩動物看護師、この度法律が施行されたということですけれども、国家資格ということで、とても難しくなりますよね。今まではですね、民間の資格として認定されてきました。それが国家資格となりますので、それなりの勉強が必要となります。で国家試験を受けなければいけないんですけども、国家試験の受験資格を得るためには法律で決められた科目を勉強することが必要です。ですので、そのことから獣医保健看護学科では、その法律で定められた科目について徹底的に、教育いたします。こういった動物病院が近くにあることで、やはり学べる環境というのは整っていますか。はい、
他の同様の学科と比べまして、例えば、獣医学科がないところは普通ですし、それから獣医学科がないとこういうふうな付属動物病院はありません、うん、そして、看護学、動物看護学は実学ですので、単にこう講義室で勉強するだけではなくて、実際に手を動かし、そして、具体的にどういうふうに作業をするのか、診療補助をするのかを勉強する必要があります。そういったためにはですね、どうしてもこういった充実した動物診療施設が付属であることが重要です。まあ、来年たくさん入ってくるかと思います、はい、ぜひ学生の皆さんにカメラに向かってメッセージをお願いいたします。はい、人と動物、それから環境、こちらはですね、非常に、今までないあのことですね、重要になっています。そういった関係をですね、良い関係を構築するのは獣医師だけでは無理ですので、愛玩動物看護師さんの努力、それから、が必要です。でそのためには、愛玩動物看護師、社会が求めてますので、ぜひ皆さん愛玩動物看護師になってください。時代の流れとともに生まれ変わった日本大学生物資源科学部、キャンパス内に学生たちの新たな夢が広がっていくのが楽しみです。